はい、皆さんこんばんは。今回はね、FIFA20 にやっていきたいと思います。僕が選んだ、J リーグ選抜チーム VSPSG ということでやっていきます。とりあえずあれかな、選手紹介しておくか、一応。鈴木、森島、小泉、藤井、樋口、橘田、七、谷口、中谷、小池、高岡で今回は行きたいと思います。で、サブは鈴木、満田、大島、田中、吉田、宮、渡辺で、リザーブメンバーは、小屋松、細谷、町野、酒井、三丸、相馬、森、中島、仙洞、金子、井伊の奥野、阿部、高峰、野津田、前、平野、松岡、秋元、佐々木、西尾、田中、古賀、荒木、上島、田代、大畑、藤井、原、常本、小泉、山根、山原となっております。リザーブメンバーもね、次動画あるんだったらちょっとつこていきたいかなって感じで、GK は高岡一人体制、ほんまね、大迫とか村上とかも入れたかったんですけど、枠足りひんからもうパンパンやからね、これ。で、レジェンド、ハーフタイム8分8分、8分8分でやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。試合開始と、OK。で、僕の声とちょっとね、かぶるんで、西岡さんとかの実況解説はオフにさせていただいております。ご了承くださいませと。ちょっと音楽もオフにしとるから、ここら、ちょっと寂しいんやけどな。フレンドリーマッチ。なんか、FIFA アップできて、操作設定が初期設定になってたんで、みんなはそう。俺だけか？なんかアップでしたらな、コントローラーの設定が、初期化されてましたね。これはうっとい。バグか？あと背番号もちょっといろいろ調整しておきました。かぶってる選手はね、前所属してたクラブの背番号にしてたりと、まあ、そういう感じで調整しております。まあ、レジェンドやしなという感じかな。まあ、スライドじゃないわ、スライダーもちょろちょろっと調整はしてるんですけど、まあ互角でしょう。相手はね、まあ、昔から FIFA の伝統でエフェクトかかるんでね、特にキャリモとかはやばいよな。 キャリモのシーズン後半戦とかカップ戦はマジでエフェクト重くそかかっとるから、あれガチでやめてほしいんやけどな。で、 PSG の方は最新のアップで適用しただけで、メンバーの方は別に俺いじってへんから、これ別面なんかな、別面かな、わからん。 FIFA もちょっと J2 とか J3 もな、EFT みたいに導入してほしいけど、ちょっと無理なんかな、難しいんかな。僕 J1 よりちょっと J2 の方ね、よう見てるからな。 J3 は去年から見始めたにわかなんですけど、さて、ちょっとこれ操作設定が変わってないのかちょっと確かめますね。あ、いけるな、いけるいけるいける、オッケーオッケー。近くでシュート、まるでロブパスになってるからオッケーだな、オッケー。おい、さてさて、まあ、PSG とかになると、マークがきっついきっつい、これ。まあ、縦ポンでもいい気がするんよな、相手が。これやし、さあ、これは、さあ、吉尾が取られてしまったが、小池の守備で、いや、これ小池行こう。中すかすかに、まずいまずいまずい、オッケー。アタッキングサード、侵入を許しております。ちょうな、これ FIFA の守備が俺下手くそやから、毎回バイタルエリアスカスカになるんよな。戦術変えても、選手指示してもな、なんか棒立ちなんやけど、これどうやって治るんだろうな。FIFA の伝統だろ、ほら、操作してない選手がなんか棒立ちになって。さあ、これ藤井が入って、あー、追いつかれてるな。森島、七のクロス、うわー、精度そこそこ高かったのにな、今のクロス惜しいわ。鈴木優磨には劣ったのにな。これはいける。森島、これまた優磨空いてる。優磨じゃない、誰これ、鈴木優磨や。うわー、惜しい。爆走王藤井、もう江本さんがな、爆走王藤井とか 言うとったん、あれ。
ネーミングセンスすごいよな、江本さん。快速スプリンターとかな、なんか言おうと気がするわ、他の選手は。さあ、ここは。これな、中谷と谷口、やめた方がよかったかもね。どっちも足元技術はあるけど、もう一人はちょっとあれやね、フィジカル重視の宮とか田代にした方が良かったかもしれない。これはやばい、これは高岡珍しい。 OK、 さあ樋口、小泉義雄、これ上がれんかな、あーダメか、これ森島にポーンって入れてもいい、面白いんちゃうか。オッケー、ナイス。これはちょっとまずいな、パス交換ずれた完全に今の。ここはシチがロストしてしまったんで、森島でちょっと守備に戻ってシチも行こう。うまい、これはこれはこれ中谷、谷口翔吾、なんやて決定力えぐ、ちょっとでも開けたら点取られるな、マジかよ。いやちょっと開いてた、開いてたな、うん、だいぶ開いてたわ、ちょっとどころかこんな開けたらそら決められるわ、うん、開きすぎた。あそこの守備はもう俺は絶望的に下手いからどうしようもないですね。FIFA 下手くそやな、何十年やってんねん俺も。これこれキャリモならブチギレ案件やろ、今の開け方は。あんなスカスカなんはなかなかえぐ、これやばいな。スライダーもうちょっと調整した方がいい、がっつり疲れてる、キッズ。さあ藤井、もうこれ藤井に出して、いや藤井でいいか、藤井でいこう。で鈴木優真に出して、はい、小泉よしお、ダメか。さあ、シチエ、ナイス。ガチムチ、サイドバック。シチ、高明さん。おっと、森島。いや、ユーマに出してよかった。はい、鈴木ユーマで。おー、くっそー。いや、そこらでちょ、パス回しするん、いけすかんで。やめてくれ。樋口のとこがまずいな、これ。ちょっとあの樋口と立花が両方な攻撃参加するような設定にしとるからなどっちかあれかな、ディフェンスの間に落ちるとかに、ディフェンス間に落ちるとかの設定にした方がよかったか。 OK、 ナイスカバー、中谷。でも高岡やから繋いでいきたい気持ち。こういっけ、開けられて、はい、小池に出したい、ここな、一気に行きたいな、ここ空いてるな、珍しい。小泉、また吉尾のところに来た、これこれ、いやー、ちょ開いていった。意外と意外と走るだけで、スプリントするだけでいけるな。ここはね、ちょっとクロスの設定とかもしてるんで、結構人数かけてるから、中谷、谷口、鈴木優真あたり、めがけてポーンと蹴っていいんちゃうか、森島。おーい、ナイスナイス、ええよ。いいね、ここの、ここ、で、シチもおるしな、高さは十分ある。はい、あちょ、藤井の速さいいね。樋口森島、くっそー、ここはもう立花で、ま、任せよう、うん、
守備範囲激広お兄さん、立花田にちょっと任せましょう。オッケーオッケーオッケー。森島、これ誰？小泉洋翔か。誰とか失礼すぎるだろ。一瞬誰を俺操作しようか思った。さあ、小池隆太、ナイス。あ、ナイスじゃない。相手に当たったんだ。いいね。これは抜けそうで。抜ける。オッケーオッケーオッケー。はい。さあ、小池隆太また走る。これ鈴木優真。コントロールシュート、効いたー。カメラどこにあるん？よしよか。うわー、相手サポルトに。絶対こんなことせんやろ。絶対こんなんせんて。いやー、でお前小泉よしよな、可愛い顔しとるけん、海外サポからもこれ人気出そうやけどな。見れば見るほど可愛い小泉よしよ、よろしく。素晴らしい。やっぱ、おっと、トップ下のな、吉尾はちゃいますね。左やってる時とはもう別人やから。ああ。もうワールドクラス。トップ下、小泉吉尾。OK。さあ、立花でね、しっかりパスコース切りたいが、ここは通されてしまう。おっと、ダメか。もし、うわ、ここ通されるん、えぐいって。さあ、決体な、パス出されてもうたけど、しっかり守れ。しっかり L2 ディフェンス。タックルはもうほぼ使ってないですね、私はもう。やばい、くしゃみ出そう。いかん、マジで。ナイス！さすが立花だ。さあ、ここはもうチャンス。またくそ、フィジカルは相手の方が上手かな、これ。くそが。ただ左サイドバックにはガチムチサイドバック、シチがおるということを忘れずといてくれ。おっと。キャップな。危ないね。8分って意外と長いな。普段僕、キャリも10分でやってるんですけど、8分も、なんか体感的に10分に近いな。長い。6分はな、速攻で終わるんやけど。はい、これはもうイラついてますね、ムーバッペさん。貢献できておらずと。 PSG 残留したんやったっけな。谷口に出して、こう、シチ上がってほしいんやけどな。L1 でちょっとあれか、上がらせた方がええか。オッケー。まあ、互角でしょ、今んとこ。レジェンドっていうか、これ、キャリモノだけかな、アルティメットにできるんて。レジェンド以上の難易度に設定できひんかったんやけど。キックオフ。OK ですよ、これは。勝てそうな雰囲気は、ちょっとしてる。うん、試合はまだ選手は変えなくていいでしょう。あ、やべ。お、ちょ、ここはぴったり。 OK、 ナイスナイス。いやー、サイドの選手もね、ちゃんと守備戻るように指示しとるから、かなり守備してくれるな、勝手に。これちょっと高岡に一回戻そう。これ上がっていいよ、シチ。行こう。あ、惜しい。ええよ。これ縦に速いサッカーの方がいいかもな。いや、でも俺縦に速いサッカーしてこんかったからな、今まで FIFA で。基本ポゼッションしてきたから、あんまりどうやってするんやろみたいな、ちぐはぐ感があると思う。 OK、 ナイス。
立花だ。これ樋口。おっと、これはまずい。で、これ小池。出して、ちょっとな、単純なクロスはそんなね、タッパーある選手があんまおらんからな、前線やめた方がいいかもしれない。さあ、小池龍太輝いてるな、いいよ。これはまずい。後ろはね、ほんま全員でかいんやけど、空いてる。さあ、シチ、これはシチの高精度クロスが見られるかもしれへん。もうシチといえばここからの高精度なクロス。くっそ、ダメか。いや、つないでくるんか、えぐ。ここパスコース切れんかったか。でかいな相手選手マジで。ナイス。はい、つないで、はいはい。いやー、鈴木優真か。出した、惜しい。よしおに出したんやけど、カットされた。ここはね、もう立花だけ操作。おっと、ちょっとそんなこと言ってた。クロスはとりあえず上げさせていい。うん、オッケー、いいね小池。すごい、めちゃめちゃいい。上下動を繰り返し行ってくれてます。これは頼もしい。ここは一旦ちょっと戻そう。樋口、立花だ。これはちょっと出すとこ今なかった。やっべと思った。出した瞬間やべと思った。さあ、谷口、素晴らしいカバー。いや、中谷と谷口ライン、谷口の千葉コンビ、ええかもしれんな。メンデスにイエロー。さあ、選手交代やって。じゃあ、こっちも帰るか。さあ、我々もちょっと変えていきますか。でもそんなみんなスタミナ減ってないけどな。前線にでかい選手置きたかったけど、今回入れてないんよな。どうしようかな。まあ、とりあえずですね、ちょっと吉を変えるか。鈴木優衣と行こう。で、藤井もちょっとこの中だとスタミナが減ってるような感じがするので、渡辺龍馬入れたいところではあるんですけど、あるだな。満田か、売り出し中満田も入れたいところだが、俺は個人的にちょっと田中聡使いたいんやけど。田中聡使いたくね。立花だ変えたくないけど、ちょっと俺田中聡使いたいから変えるわ。よし、これでいこう。森島は帰れんだろ。いや、立花だ変えたくなかったけど、樋口も変えたくないって。これただ田中聡で、おっと、アシストとかできたら最高なんですけど、ここ疲れてる。さあ、こう縦パス入れて、シチに出して、オフオフ、それは危ないですよ。さあ、樋口、これ頼む。樋口の決定力なら決めれんのか。いやー、マジかよ、マジで。それ止めちゃう系男子か。押せ、押せ。
まあ、個人的に僕はそのうずサポ兼桜サポなので、あの鈴木徳馬とかね、ほんまは入れたかったんやけども、枠がマジできついガチで鈴木徳馬とか入れたかった。いいね、小池マジ走ってくれるわ。確かこれ戦術でね、オーバーラップするっていう選択にはしてるけど、攻撃参加はねバランス見て走れってしてるから。ただめちゃくちゃ走ってくれる。いいね、ここ走ってくれるけどちゃんとついてきよるか。時間はもう少なくなってきてる。違う、今なんか一人飛ばしたぞ誰か。あれ飛ばさんでよかったな。やばいやばい、クロス上げられたら終わるぞ今の。危ね、いやシチこれぞ七、素晴らしい。いいね、うわー、ちょ七に出せんかったか今。いいよ、うーん、てか小泉よしおるんだったらな、渡辺龍馬と一緒に出し上げたかった。変えてもうたわ、今さら気づいた。お、まずい、守備が守備が、ここはね、うーん、これ鈴木優馬に蹴るか、怖いな。誰ちゃう、誰や、渡辺に蹴った、蹴っていいっす。違ったかな今の、パス選択してもうたけど間違うた。俺の選択は今の思てへんかったか。いや鈴木優馬でそのまま行ったらよかったな。リアル鈴木優馬ならあれ絶対自分で打ってたわ、うん、パスしちゃった。あ、つないでくるな、しっかり後ろからビルドアップしてくる。うざい、俺は。オッケーオッケーオッケー、こんなボンミスもしてくれるんか、助かる。あ、違う、そのパスはえぐいよ。ええね、ちょ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 、かー、七相手だ。めっちゃこれサイドサイド右、ちょちょちょ、まずい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 、やばい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 、これ、ここらの守備やばいよ俺。はい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 、次、オッケー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 、いいよ。はい、森島足を、さあ鈴木唯人、ちょ俺スキルムーブ全然使ってへんな今回。さあ鈴木、違う、なんか出てきた、あはいはいはい、うわー、いや通っててもオフかな今のが。ちょバルサみたいなことせんでいいか、うん、変にあそこでな、ちゃんと崩そうっていうのはやめた方がいいかも。事故る、ちょエアコン消したいな。エアコンつけてんねんけど寒なってきた、半袖半ズボンやから。ナイス谷口、いやこの千葉コンビマジで安定してる。レジェンド PSG 相手スライダーそんないじってない、スライダーいじってないというか、そんな相手と変わってない、変わらん設定にしとるからな。相手が超絶有利になるとか全然下手になる設定にはしてないんですけど、ちょうどええなこれ設定的に。うーん、出しどころがない。ああ、なんか決まりそう、ほーなんでやねん、
はい。まあ、とりあえず皆さん、今回はこんな感じでした。ということで、これまた次回もおそらくあると思います。次回はね、もう全員総入れ替えですね。だ、今回めちゃめちゃ良かったな、このスタメン。全員良かっただろう。ということで、また次回の動画で皆さんお会いいたしましょう。またね、バイバイと。またね、バイバイ。